在宅しているか確認するような不審電話が相次いでいて警察が警戒を呼びかけています同型によりますと不審電話は先月中に35の自治体で286件確認されているということです今日も札幌市や旭川市などで今日いる午前中はいるなどと在宅を確かめるような不審電話が74件確認されました同型は 強盗や特殊詐欺など凶悪犯罪につながる恐れもあるとして、不審な電話を受けたら、警察の相談専用ダイヤル、シャープ #9110 にかけてほしいとしています。